3D ゲームを作りたい。マインドレーダーなら 3D ゲームを作ることができますよ。早速作ってみようよ。まずこのブロック群の中から目的に合ったブロックを選択し、プログラムエリアに配置することで。ほほ、それもそうですね。では右側のオブジェクトリストからカメラを選んでください。あ、ブロックが表示された。これは蓮くんの後ろにカメラをつけるプログラムです。次にオブジェクトリストのジョイパッドを選んでください。プログラムが切り替わった。選択してるオブジェクト内のプログラムが中央に表示されるのです。これはジョイパッドで蓮くんを動かすプログラムです。なるほど。次は蓮くんを選んでください。これはキーボードで蓮くんを動かすプログラムです。なんとなくわかってきましたでしょうか。誰にどんなプログラムをするかを決められるんだね。ほほ、そうです。オブジェクトに役割を与える、それがゲーム作りの基本です。よし、このプログラムを動かしてみよう。右上のスタートボタンを押すとプログラムが動きますよ。おお。ジョイパッドを動かしてみましょう。動いた。キーボードで動かしたいときは先ほどのプログラムを思い出してください。 WASD のキーで動くようにプログラムされてましたね。キーボードでも動いた。プログラミング画面に戻るときはこちらのボタンです。なるほどね。じゃあ早速作ってみよう。ぐー、起きてー。